峠ドリフトファイナル決勝に進むのは予選上位の3台。コースは群馬鉄道のバトル区間を逆走で使用する禁断のドリフト追走バトル。 G コーポレーション 1ATSX バーサスヤシオファクトリー F1 号。僕が一番評価高かった G コーポさんの 1AT で、岡村さんちのお金のかかってる 1AT に頑張って食らいついていきます。頑張ります。オリド壊すなよ。ああ、岡村さん壊さないように頑張ります。このワンエンジンに関してはね、やっぱ風間ぐらいの上級レベルにならないと高回転維持できないんで、ちょっと回転落ちちゃうと辛いんじゃないかなと。その辺をちょっとね、後ろからチェックしてみたいと思います。峠ドリフト準決勝、まずは G コーポレーション風間が先行だ。さあ行きます。さあ、このちっこい旅、風間はいきなりすごい角度で振ってきた。オリダーはちょっと出遅れ気味。 G コーポレーションリードのままバトルは後半セクションへ。やっぱ風間はね、どっちかというと回転ずっと上げてられる、アクセル踏んでいられるドライバーなんでね、繋がりますね。すげー、アクセル床までベタ踏みで流しまくってる。1本目は終始リードを保った G コーポレーションの勝利。さあ、前後を入れ替えての2本目。おっと、あー、やっちゃった。あーららら、これなんだよ、これがあるんだよね、この車は。勝負は1対1でサドンデスへ突入。よし、行くぞ。いや、ほう、ハイテンションモードに突入したオリダ、ストレート区間を振り返してつなげてきたぞ。ここで戻っちゃうんだよね、仲間ほどは。オカちゃんのはずっとドリフトを維持し続けてるんだけど、やっぱり一回戻っちゃうっていう。よしよし、戻った。よしよし、やった。もしかしたらやったかも。お互い一歩も引かない展開で超接近戦のバトルとなったサドンデス。ストレートで1回グリップが戻った G コーポレーション風間に対し、オリドヤシオファクトリーは終始安定したドリフトを披露。決勝へはヤシオファクトリー F1 号が進出。車はね、ヤシオが勝ちですけど、テクニックは風間の勝ちです。禁断の峠ドリフト追走バトル、風間オートサービスバーサスヤシオファクトリー。まあ、バトルというかね、2人でこう派手なね、パフォーマンスを楽しみたいと思います。まあ、どっちが勝っても負けてもすごい走りをしたいと思います。これもまたさっきと一緒でいい絵が撮れると思います。はい、白煙もくもくの映像をお楽しみに。さあ、どんな戦いが見られるでしょう。まあ、これね、もうどっちも優勝を挙げてもいいぐらいのレベルの高い車です。それではご覧ください、どうぞ。いよいよ決勝戦、予選評価1位の風間オートに対し、ヤシオファクトリー F1 号はどんな戦いを挑むのか。おー、いい勝負だね、これね。これはいい勝負、いい勝負、いい勝負。あー、俺の何にもできない、見えない、見えない。作戦成功、煙幕攻撃でご機嫌な走りを見せる風間、ストレート区間も流しっぱでつなげてきた。辛いな、オリド。相手に合わせることができない。食い込んだ。食い込みはしたけど辛いでしょ、これ。見えないよ。
何も見えないよ。ヘアピン区間までは風間音をぴったりとマークしていたヤシオファクトリー折戸だが、600馬力の煙幕パワーの前に本来の走りができず、1本目は風間音サービス JZX100 の勝利。風間音のドリフトに合わせていくとグリップしちゃうんだろうね、ヤシオファクトリーのはね。それをなんとかパワーでつなげようとするんだけど戻っちゃうという、やっぱりねこの差じゃねえかなっていうね。バトル2本目、ここはコースじゃないって誰か言ってたな。うわ、タイヤが垂れてるな、つらい。タイヤが辛そうな風間音に対し、先行でバナナを得た猿状態のオリラーが逃げを図る。グリップでは筑波で59秒台をマークするヤシオ号、ドリフトでも車がどんどん前に進んでいる感じ。風間音の車はスピード的にはちょっと辛いかな。あ、タイヤ終わっちゃってる。うわー、タイヤ終わっちゃった。あ、なんかデフから嫌な音した。バトル2本目は先行のオリラーが意地を見せ、全てのコーナーで完璧なドリフトを披露。風間音は600馬力のパワーにタイヤが悲鳴を上げ失速。果たして栄冠の座はどちらの手に。